はい、なんかね、勝手にね、カメラが、落ちました。何なんだろうな、これ、このウェブカメな。いきなり落ちることがあるんだけど。何なんだろう。うん、とりあえずね、これは美味しいです。うん。美味しいっつうか、今まで飲んだことあるジンって大体辛口なんですよ。それをなんか真っ向から否定するような甘口のジン。これは多分俺飲んだことないかもな、こういうジンって。甘いジンって基本的に飲んだことないかもしれない。ここまでまろやかな、その。まろやかな、ここまでまろやかなジンって、そうそうないかもね。あれには、もってこいだと思います。なんだっけ。あれ？なんだっけ？あのカクテル。ジンライムじゃなくて、あれなんだっけ？ジンライムじゃなくて、あ、ギムレット。俺、ギムレット実は大好きで、うん。ショートカクテルだと、多分一番好きかもしんないですね。うん。って言っても、ギムレットって、シェイクするじゃないですか。シェイクはしなくていい。だから、俺、ジンライムじゃないかな。正式に言うと。ジンライムが好きなんだと思う。うん。ギムレットじゃなくて、多分ジンライムなんだよ。ジンライムは確か、作り方はあれだろ。シェイクしないタイプのやつだよね。うん。ジンライムは、シェイクせずにオンザロックのスタイルにする。氷を入れたオールドファッションのグラスに、ドライジン入れてライムジュース注ぎ、ステアして完成。すっげえ簡単だろ。だから俺好きな。楽でいい。俺めんどくさがり屋だからさ、いちいちさ、シェイクとかさ、俺、うちでしねえの。だから、うん、すげえ楽でいい。上に結構甘いんで、美味しいです。うん、甘さとライムの酸味と、で、ジンの香りが、すごい、美味しい。で、コーディアルライムがないときは、いわゆるガムシロップを使うっていう。で、有名なのが、このドーバーカリブ、ドーバーカリブっていう。すっげえ有名なんだけど、これ。いわゆるシロップ。
ていうか、瓶に入ってる、なんだ、ガムシロップ。これすっごい有名だよね。多分どこの場合ってもあるよね、これね。このカリブっていうメーカーの。メーカーなのかわかんないけど。うん。ドーバーカリブっていう、100% サトウキビ天然糖液。700ml でアマゾンで1500円で買える。1500円で買えるっていうか、高い。ガムシロップなんてそこら辺のさ、セブンイレブンとかさ、コンビニ行ってさ、コーヒー100円で買うじゃん。でさ、取り放題でさ、適当に取ってさ、はい、あれでいいじゃんっていう話なんだけど。ね。だから 100% のライムジュース、ギムレットっていうのは結局、100% のライムジュースは使うことが一般的じゃないんだよね。それにシロップを加えて甘みを加えるのが一般的みたいですね。まあ、何が違うのか俺全然わかんないけど、ちょっと違うのかもしんない。これもちょっと欲しいですね。このカリブの。結局砂糖の液体なんで、まあ、悪くなることはあるのかな。どうなんですかね。常温保存しといても大丈夫なのかな。わかんない。やっぱやばいのかな？持たないのかな？逆に持たないの。アルコール入ってない分結局持たないのかな？こういうの。ガムシロップって、持つんですかね？ちょっと調べてみるか。どれぐらいの期間なら大丈夫なのかって。だからさ、砂糖ってさ、粉状とかのやつだったら、固形物だったら、賞味期限はないんですよ。うん、無限なんですよね。だからそれを結局、水で割ったやつでしょ。やっぱやばい。ガムシロップも常温保存できる食品、つまり長持ちする食品ですので、賞味期限をかなり過ぎていても使用可能となっています。書いてあるね。やっぱやばいか。こういうの買ってもさ、瓶でさ、700ml で買ってもさ、絶対飲まねえんだよ。こんなに飲まねえんだよ。100% 飲まないね。でも、コーディアルライムみたいな、ああいうやつよかは、多分持つと思うんだよ。長持ちするとは思う。コーディアルライムって結局ライム果汁が使われてるから、結局、多分、
あんま持たねえんだよ。こっちは、結局、あれなんだよ。さ、ガムシロップってさ、いわゆる純粋な、あれじゃないですか。で、純粋な、まあ、あれで、あれだから、割と生成されてるやつだから、そんなにね、あれなんだよ。不純物少ないと思うんだよね。まあ、これは俺のあれですけど、ただの ただの、ね、思い違いかもしんない。まあ、俺もよく買ってるのが関係ないんだけど、エトナ 100% で、アマゾンで売ってるね、これすっげえおすすめなんだけど、超おすすめの、アマゾンで買え、これ買えっていう、酒好きなやつはこれ買えっていう、ね、アマゾンで411円で売ってる、送料無料、しかも提供特便で 5% オフで390円になる。エトナ 100% のシシリーライムジュースっていうやつね。これ何回か俺紹介してんだけどね。これは恐ろしく半端ないですよ。容量が 250ml と少ないんだけど、逆にその少なさが使い切れる量なんだよ。このギリギリの使い切れる量。で、なおかつ、100% ライムジュースっていう。そう。甘さを一切加えてない。100% の、やつなんで、結構賞味期限が少ないんですよ。賞味期限が短いんで、この 250cc ぐらいがちょうどいいんですよ。で、ジントニックとかにはちょうどいい。これ使ってると、ちょうどいいんだわ。このまさに、いい感じに使い切れる。で、ね、ボクチンもね、ちなみにこれ、レビューしてるんですけど、ユッキーっていう名前でね、レビューしてるんですけど、ライム 100% ジュースは伊達じゃない。レモン 100% ジュースはどこにも売ってますわ。ライムはそうそう売ってません。しかも、ライムはスーパーなどだと、1個100円とめちゃくちゃ高い。うん。で、ジントニックが好きな、俺は困っていましたが、これを見てつけてからは大満足。市販されているライムジュースは砂糖が入っているものばかり。甘いものばかりですが、こちら砂糖入っていません。酸っぱくて香りもいい。それが400円程度で買えるのは非常に安い。うん、これがね、すげえいいんだ。これ、ここまで見てくれた人のあれだよ。うん。特典映像にしてもいい。だいたい俺の動画ここまで見てくれねえかな。あ、そうだ。あと関係ない話もう一個。最近、四つ目の方で、確か、登録者が1000人未満だか1000人以下で、なおかつ、年間の動画再生時間が4000時間の以下の、人たちは収入が得られないっていうな、なんか得られなくなったらしいですね。ちょっと忘れましたけど。今からなるかどうかわからんけど。うん。ちなみに僕は該当しませんのでご安心ください。ご安心くださいって、ご安心してるのは自分本人なんだけどさ。うん。
危ねえって感じ。いや、別に案外危なくもないんだけど。割と余裕なんだけど。ただ、ただね、もらってる金額が恐ろしく、クソみたいな金なんで、中学生の1ヶ月の小遣いぐらいしかもらってないんです。あれなんですけど。まあ、ないとあるとで、大違いですけどね。まあ、大違いでもないのか。まあ、僕は該当しません。危ないこともないけど。で、再生時間が4000時間未満とか以下っていうのがね、気にはなると思うんですけど。ぶっちゃけた話、俺の1年間の再生時間が確か、見たんですけど、計算したんだけど、だいたい2万時間ぐらい、再生、2万時間ですね。2万時間ぐらい再生されてたんで、ああ、よかったって。意外と余裕じゃねえか。なんか4000時間って見るとすっげえ多いんじゃんって。思う人いると思うんだけど。うん。俺何時間だったっけ？確か2万時間以上言ってた気がする。俺の動画こんなに再生時間されてたのかって思ったんだけど。大体1ヶ月でね、ここをばらしちゃいますけど、1ヶ月で1万、違う、15万6千分再生されてます。再生時間が、総再生時間過去28日間で15万6千。なんで、1年で4000時間以下っていうのは多分ほぼありえない。俺みたいなクソ弱小のうんち人間が、うんち YouTuber でも多分2万時間ぐらい行ってるんですよ。おそらく。平均して。おそらく2万時間ぐらい確か計算したら言ってたんだ。これで1ヶ月で15万6千時間ってことは、6千時間、6千分ってことは、これを60で割って、ちょっと計算してみるか。ここからあれですよ。ここから非公開です。ここ、今まで、この時間見てくれた、この時間まで見てくれた人には、この暴露する。暴露会ですね。15万6千分でしょ？割る60で。2600時間ですね。嘘。ちょっと待って。よし。15万。え？ 1 ヶ月で2600時間も再生されてる。クソワルだ。だってさ、過去28日間で総再生時間、再生時間、過去分で、分で15万6千分再生されてて、それ60で割ったら2600時間だよ。2ヶ月で到達するよ。
4000時間未満って。意外とすっげえ余裕なんですよ。うん。すっげえ余裕なんですよ。だから、結局のところ、もう、チャンネル登録者数が1000人以下の人。2杯目。1000人以下の人が多分ほぼ対象ですね。4000時間未満っていうのはほぼありえない。俺みたいな超弱小クソ YouTuber でもいける。いけます、ね、っていう感じです。うん。中学生の小遣いぐらいしかもらってない、ね。ああ、よかった。ああ、よかった。まあ、本当に、弱小っていうよりは、弱小って言い方もおかしいけどね、千人未満の人間を切り捨てたみたいな感じですよね。ちなみに今俺のチャンネル登録者が2400人ぐらいですね。なんで、ああよかった。これも皆さんのおかげです。ありがとうございます。本当にね、クソみたいなね、本当自分でもクソみたいな人間だと思うよ。俺は。俺は本当にクソな人間だなと思うね。JPS!よーし、今日は飲むか。ニコ生で放送しても誰も来ねえからな、どうせ。コメント誰も来ねえからな、マジで。こういうところで動画でさ、結局さ、動画だとさ、撮ってる時間はさ、誰もいないわけじゃん。で、俺一人で喋ってるわけじゃん。むしろね、そういう方がね、楽なんですよ。どんな動画でもね、クソみたいな動画でもね、累計100人は見てくれます。100人は見てくれるんですよ。うん。合計、ありがたいことに。俺の動画は、100人は見てくれるんで、多分1ヶ月ぐらいで100人は見てくれるんですよ。で、それがね、100人も見てくれるってなるんですよ。で、ニコ生だとね、コメントがね、1ぐらいなんです。1とか0とかなんです。だから、放送してもね、ほとんど意味ねえ。だからね、もう、ニコ生やめようかなと思ってる。で、100人は見てくれるんで、逆に100人も見てくれるんですよね。俺みたいなクソみたいな動画をね。それをね、糧にできるんですよ、動画だと。あ、絶対100人は見てくれるからって。安心できんの。これ。ちなみに今録画してる時間が、今時刻が、
朝の5時50分。どうなっているんだ。寝れないんです。ただ単に。起きました。2時ぐらいからね、寝たんですけど、全然寝れなくて、2時間ぐらいで起きました。で、そうですね。結構動画のコメントで、コメントされるんですけど、結構返せないっていうよりは、俺結構、なんて返せばいいかわからないようなね、コメントっていうのは結構来たりするんですけど、それはね、ちょっと返せないんですよね。僕コミュ障なんで、なんて返せばいいかっていうか、人外なんで、あんまりね、人と一般的な人間のね、感性じゃないんで、なんて返せばいいかわからなくて、それで結局コメント返せないっていう場合も結構あるんですよ。なんでね、なんていうかな。だから返せないっていうのは申し訳ないですね。実に。てか、本当にこのジントニック、あれだな。なんだ、このジントニック。なんだ、このジントニックは。マイルドすぎるぞ。こんなジントニック初めて飲んだ。こんなジントニック本当に初めて飲んだな。すっげえ、プリマスジン。マイルドすぎない？恐ろしいマイルドなんだけど。マイルドすぎてなんか、これジントニックかっていうレベルでね。なんかジンのマイルドさ、半端なすぎてなんか、なんだろう、ジントニックじゃない。でもこれは飲む価値ありますね、本当に。このプリマスジンね。ストレート飲んだだけだと多分わかんない。普通のジンだなって結構思っちゃう可能性もありますね。ただちょっと甘いっすけどね。普通のジンに比べは甘いっていうのと、度数がやっぱり 41.2% なんで、まあ、若干高い。ので、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、結構マイルドではある。口当たりがやっぱり丸いんだよね。うん。で、これをジントニックにするとね、本当にすっごいよく分かる。俺のね、バカ舌でも分かる。こんなジントニック飲んだことねえよって。なんだこのマイルドさ。口に入れたところの、口の中、全くマイルド。で、喉にこう落ちていく。刺激なし。すごいな。ほとんどウォッカだぞ、これ。ジントニックじゃなくてさ、ジンウォッカになってる。完全に。これ、ウォッカ、だっけみたいな。あれ俺入れたのウォッカだっけみたいな感覚。ああ。やっぱジントニックって、ジンナイトあれだな。ジンナイトっていうか。結構ジントニックってさ、結構さ、俺さ、こうぶっちゃけちゃうけど、
トニックウォーターとほとんど味同じなんだよね。俺の感覚としてね。だからジントニックって、ジンをジントニックで割ると、じゃあトニックウォーターで割ると、トニックウォーターと同じ味だから、ほとんど何飲んでるか、多分、トニックウォーターだけ飲んでんじゃねっていう感覚に陥るんです。ただね、このプリマスジンを、で、ジントニックを作ると、その感情が吹き飛ぶんですよ。俺が多分、一般的に、ジントニックで、の、その基準値として、基準にしてんのが、やっぱり、ビーフィータージンなんですよ。ビーフィータージンを基準に大体語ってるんだけど、あ、これ大体ビーフィータージンのより辛いなとか、香り強いなとか何とか言うてんだけど、言うてるっていうかその、ね、俺基準となるのがジンが、ジンの大好きなんだけど、ジンを基準にしてるものがそのビーフィータージンなんですよ。これ長くなるぞ、これ。これ1時間以上なんぞ、これ。で、ビーフィータージンっていうのはロンドンドライジンなんですよ。っていうのも、ロンドンで作られたドライジン。だからロンドンドライジンなんですけど。ドライっていうのは辛いっていう意味ですよね。まあ、俺英語疎いんでわかんないですけど。多分そんな意味だと思うんです。で、だから、辛いんですよ、確かに。このプリマスジンを飲むまでは、ロンドンドライジンのビーフィータージンが辛いっていうその感覚が、ああ、この程度かっていう感じだったんですよ。ただこのプリマスジンを飲んでから、このプリマスジンのジントニックを飲んでから、ジンの、ビーフィータージン、というより、ジントニックの中に入れたジンの重要性がよくわかった。うん。実によくわかった。今日革命ですね。うん。今日俺の中で結構革命起きてます。うん、今日はこれちょっと革命起きてますね。なんか、俺の中の脳裏の中のジントニックっていうのが、こう、ピキ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 って、その、インプットが変わった。常識が覆ったんですよ。だから、常識が覆ったことによって、あ、ははーって。だから、マイルドさで言ったら、一番今の底辺がマイルドな、一番、ジンのマイルドな、一番マイルドで、のジントニックがこれなんだっていうのが、今の加減が分かった。上限は結構人によって変わるから、あれだけど、ビクトリアンバッドジンとかのジントニックかな？ビクトリアンバッドジンとかのジントニックがすっげえ辛いから、ここら辺。で、プリマスジンここら辺なんですよ。うん。これ、ビクトリアンバッドジン、ここにあるんですよ。ほこりかぶってんだよ。ほこりかぶってんだよな。
これを、このビクトリアンバッドジンをね、実験でこれ飲んでみますよ。ジントニック。ビクトリアンバッドジン使ったジントニックを。ジントニックをまたこれちょっと、実験で飲んでみましょう。ビクトリアンバッドジンくっそ辛いから。あ、ここまでマイルドなね、ジントニックっていうのがあるんだなって。今の今まで全然知らなかったんで。これ比較しないとわかんないっすよ。マジで。こういうの。結局。プリマスジンっていうのを飲む前は、本当に、ロンドンドライジンしかほとんど飲んでなかったからね。このビクトリアンバッドジンはオリジナルロンドンドライジンなんで、まあ、多分、そもそもロンドンドライジンっていうのはやっぱ辛いんだなって。ロンドンのドライジンっていうのは辛いんだなって。なんだっけ。プリマスジンが、イングリッシュジンか。イングリッシュジン。イングリッシュとは、英語。英語のジン。まあ、何が違うかよくわかんねんけど、名前的にはよくわかんねん。まあ、これちょっと、飲んでみるべき、ではある。だから本当に、結構ジントニックって本当に、あれなんですよ。本当にトニックウォーターの味と、こう、うまーく混ざって、で、味がね、本当によく似てんの。うん。だからうまーく調和してんのよね。調和してるからこそ、難しい。調和してるからこそ、その味の判定が結構難しいんですけど。だからジントニックを飲んで、これ何のジン使ってますかってあなた言われて答えられるかっていう話。すげえ難しい。じゃあこのビクトリアンバッドジン。これすっげえ辛いから。だいたいアルコール度数47度ある。まあ、アルコール度数も確かに重要なんだけど。君の瞳に乾杯。あのね全然違うっていうか、もう香りが全然違うもんね。ビクトリアンバッドジンはね、
すげえ香りも強いし、辛いんだよ。別物、これ別物だ。別物どころじゃねえ、これ。だいたい香りがおかしい。ビクトリアンバッドジン、なんだこの香りは。そもそも香りはビクトリ、そういえば忘れていた。この動画でビクトリアンバッドジン、俺紹介してないんだった。腰痛で俺、ビクトリアンバッドジン紹介してないんだった。やべ。しくった！くっそ。しくったね。ニコニコのね、ニコニコ動画のね、なんだっけ、変なブログサービスみたいなので、ビクトリアンバッドジン限定公開したんですけど、全然再生数が伸びなくて、これ腰痛目でそういえば紹介してなかったっすね。うん。このビクトリアンバッドジン。次で改めて放送あれするか。やべえな。これちょっと禁じ手だった。これ禁じ手です。これまた後で、ビクトリアンバッドジン後で紹介しますんで。うん。全然違う。ビクトリアバトジンはね、だいたい高いんだよ。3000円くらいしたんだよ。ビクトリアバトジン3000円くらいじゃない。ビクトリアバトジンね、3000円くらいしたんですよ。これ確か。3200円くらいした。これね、しまった。しまった。後悔してしまった。かなり癖が強いジンなんですけど、ただ、俺が最もジンの中で癖が強いと思うジンは、先ほど言いました。シュリヒテシュタインヘーガーって。これ難しいんですけど。言うの難しいんですけど。シュリヒテシュタインヘーガーっていう。ジン。これがものすごくまずい。これほどまずいジンは飲んだことがない。恐ろしいジンですね。これは買わない方がいいのか、むしろ逆に、いや、逆にその個性がいいっていう人もいるんですけど。俺はもう二度と飲みたくない。確か捨てた。うん。五つ星評価だとしたら、評価値多分捨てたんで一つ星ですね。恐ろしくまずい。で、これがね、全然ね、香りがそもそも違うんです。やっぱり、プリマスジンよか。で、プリマスジンっていうのが、いかにして香りが弱くて、マイルドなのかっていうのを、教えて、うん。本当にあれですね。そういうことだよね。うん。でもね、ビクトリアバッドジン3000円でね、ちょっと高い。で、高い、俺結構、ここで言っちゃうんだけど、あんまり香り強いジン好きじゃないんですよ。うん。
うん。このビクトリアマットジンは結構、香りが強い方だと思う。で、シュリヒテシュタインヘーガーが多分最高値で、こんぐらいだと思う。7ぐらいの。10つ星でいくと、7ぐらいのあたり。7か8あたり。で、プリマスジンが、多分1ぐらいなんですよ。おそらく。で、それでジントニックを作るから全然違うんですよね。味がね、全然違うんです。もう味っていうか香りが違うんだけど、味も変わってくるんですよ。だから、味が違うと香りも違うんです。結果として、だから、草屋を食ってるのか、ただの干物を食ってるのか、全然違うんですよ。まあ俺草屋食ったことないんだけどね。一回ぐらい草屋食ってみたいな。ああ。だからそれぐらいの違い。だと思うんですよね。正直、ジントニックは、低くても、高くてもダメなんです。だから、プリマスジンも多分そんなにジントニックには合わない。多分ジントニックに合うベターな5ぐらいの、この、中間ぐらいのがいい。香りが。まさにそれが、俺が多分ジントニックで一番合うか、合う、ジンをあげれって言われたら、まあ、多分、ジントニックで一番、ジンが、ジントニックに合う、ジン。って言われたらあれだろうな。はい。リスナーさん。ここまで見てくれたリスナーさん。ありがとうございます。これまで見てくれたリスナーさんは本当にありがとうございます。そのリスナーさんだけに質問します。俺が一番、ジントニックに合う、と思ってる、ジンは何でしょうか？これは、あれですね。コメント欄に、書き込みお願いいたします。これが、合ってたら、100ユッキーポイントあげます。プリマスジン、コクはない。甘みが強い。香りはない。これは、あれですよ。ちなみに1万ユッキーポイント貯めたら、僕が、じきじきに、あなたの家に訪問して、
あなたの家に訪問して、何しようか。言うこと一つ何でも聞きましょう。はい、ということで、今回の、こちらです。1414です。ご視聴ありがとうございました。